第173号紹介特務艇は、日本海軍の特務艇。第1号型紹介特務艇の67番艇。春行3日後に沈没した。戦後撮影された第173号紹介特務艇マル計画の特務艇。第2121 21号艦型の173番艇。仮称艦名。第2293号艦として計画。 1944年11月5日、第173号紹介特務艇と命名されて、第1号型紹介特務艇の63番艇に定められ、本籍を佐世保鎮守府と仮定。1945年1月29日、戦隊外政により、徳島合同造船株式会社から、呉海軍交渉へ引き渡し、3月26日竣工し、本籍を 佐世保鎮守府に定められ、連合艦隊第22戦隊第1艦指定隊に編流。3月29日、若松港で植来し沈没した。5月18日、不要し、林兼重工業彦島造船所岸壁に係留された。7月1日、第173号紹介特務艇は、第1艦指定隊から削除され、本席を佐世保鎮守府とした定めを説かれた。 その後の空襲により被爆して堤橋を喪失し、上部構造物を露出した状態で沈没した。1947年2月1日、行動不能化定に定められた。11月22日、在東京アメリカ極東海軍司令部から日本に、大使、本邸の解体が指令され、解体された。AB 建造署名は、 昭和19年11月5日付立第363号の表記に従う。本来の定名表記は第173号紹介特務亭 AB 本帝が特務帝類別等級別表に搭載された1944年11月5日時点で第27号紹介特務亭第33号紹介特務亭 第34号紹介特務帝、第156号紹介特務帝が、同票未搭載のため、1944年11月5日、時点で、法令上は63番帝、これら4席を含めると通算で67番帝となる。なお、第86号紹介特務帝と、第166号紹介特務帝は、特務帝類別等級別表に搭載されていないため、 法令上の南蛮邸に含めることができない。本邸の特務定類別等級別表からの削除は2015年現在公開中の内例では確認できない。ありがとうございます。